が始まってユミルさん書いてくるから。こんにちは。え？これ来てない。こんばんはって来てくれてるよ。ちょっと設定しに行きます。行ってきますね。ちょっと設定しに行きます。やだやだやだ。やだやだやだ。よし。自分の声が本当やだ。そういうもんだ。こんばんは、品川県ゲーム実況でございます。今日はですね、いろいろ開封していこうかなと思ってまして、まあ今日もですね、例のごとく栄光ちゃんがね、ゲーム実況、しかもデッドバイデイライトやってるんで、まあ PS5 はちょっともうちょっと後に残しておきながら、あのとにかくね、いっぱいあんの。まず椅子、椅子が2脚あります。組み立てなきゃいけないんです。あの最近ゲスト呼んでトークとかも始めたんで、その上にあるキッチンの椅子を、我々が食事に使う椅子を、その度に階段を上げたり下げたりしてたんですね。なのでこの部屋にトーク収録のための椅子作っていきたいと思います。これ立ち上がったら見切れちゃうよ。声とか聞こえてますか？作業よ、申し訳ないけど。よいしょ、せーの。ちょっとパソコン設定いってきます。あかん、ここ切ってやる。はい、開封。開封。これ開封動画？開封動画ですか、これ。本当に。はそう簡単にはね、な、栄光ちゃんも月曜日必ずゲーム配信するのかな。この雑談配信別の日にしようかな。ちゃんのゲーム実況が終わるまで人が集まんないからね。毎回月曜日栄光ちゃんがゲームの話してるからさ、ソイ
別の曜日に変えようかな。なんで昨日聞かなかった。そう、昨日一緒だったんだよね、エコちゃんと。なんで知ってんの、俺と昨日エコちゃんが一緒だったこと。なんでだ。ロンハーであって、はい、そりゃで、栄光ちゃんがさ、ラスラス2からでもういいですかね。いや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 、絶対1からやって、って言っておきました。なんでよ、バックトゥザフューチャー2から見るようなもんよそれ。1も十分面白いから。いやだからゲーム的な感、あの、まあ、ゲームなんだけど、他のゲームと同じ感覚だと思うのよ。あのバイオハザードも、まあ、ゼロからやった方がいいとは言いつつ、別にあの4からやっても面白いじゃん。多分その感覚だと思うんですよね。いやいや、ラスアスはちゃんと1、2って見ていかないと絶対よって、絶対よって。できた？うん、いや俺ももしさ、あのラスアスやってなかったら、あれ2からでいいのみたいな、1は古いゲームでしょって、もしかしたらそう思ってたかもしれないから、そういう感覚なんだと思うけど、いや絶対ラスアスは1から見た方がいいよっつって。おちゃん、はいチーズ、はいチーズ、はい。品川さんを見始めて3ヶ月ほどデトロイトビカムヒューマンをプレイ済みとは知らず、この前プレイしてくださいってコメントしちゃってちょっとへこみました。いやいやいや、別にそんなの全然いいよ、気にするわけないでしょ。いや俺やってっからはぁ、品川さん、デトロイトビカムヒューマンやってください。やってっし、はぁ、あ、ってなんないでしょ、そんなやついないよ。ちょっとナミさん、はい、老眼鏡持ってきてもらえますか。え、メガネ、多分あのキッチンのカウンターにあると思う。なかったら、なかった、いや、絶対あると。キッチンカウンター丸いな、説明書が全く読めない。ちょっと説明書がね、全く読めないんですよ。全く見えない。でもまあこれでしょう、これがこういうことでしょうね。だいたいこんな感じよ、間違いない、多分ね。こういうのが間違いの始まりだったりするんだよな。でもあ
や間違いないでしょう。ね。ないよ。え？そんなはずないぜ。波のでしょ。何クラクラするから使ったことない。いや全然合わない。見てみてか。いや全然見えない。文字を見ればいいんだよ。いやだ全然見えない。あ何これ。あこれ拡大鏡。分からん。待てツイートするから待て。なんだっけ雑談。ちょっとさ、ないよ理由。いやこの説明書が分かりにくい。いやこれちょっとクラクラするわ。でしょ。プレステ5と何脱弾する違うか。こうだと思うんだけど。あとはフライパン。うん。なんでフライパンしてんの。わかんねえこれ。わかりにくい説明書。あとは帽子ね。これどういうこと。見て、こうなのかな。絶対穴四つだからこうだよ。ちょっと待って、配信させて。オッケー、できたはず。この説明書さ、全然。これ見して。これ見して。はい見して。気をつけて。そのメガネをごめん、上上げといて、踏みそうって見た。あ。ネタバレ匂わせ禁止のやつが今流れてる。キラだ。こういくのか。1番。いやそんなにさ難しいものじゃないって大思いでしょうけども、それがですね、今2番やってる。1番が何か、この…いや、それはもうつけてるの。つけた。これを、ここ見て、うん、穴が4つあるじゃん。ここを、うん、に重ねてやんのか。重ねてやる。こっちからこれが来るじゃん。こっちの4つが来るよね。うん、来るよねって。え、だから、うん、そうなるじゃん。こうしちゃっていいのか。ほい。こうなのかと。これがめちゃめちゃ収まり悪い。え、4つだからそうじゃない。収まり悪い。うん。カチッてはまってほしいんだけど、カチッてはまんない感じがするんだよ。だそれともこれが下に来てこれを上にか、でもこれが1だもんな。こうだな。うん、あの優しく優しく、うん、よいしょ。背もたれが下じゃない。おお、背もたれが
パンを先につけるって言われたんだよね。だって背もたれの前。そうだよ。皆さんに見えるかな。ちょっとすごい簡易的な一番。俺を作れって言われてんじゃん。1番が2番写してこの方が見やすいわ。2番。2番、はい。あ、ちょっとやっぱ上になってるね。あ、やっぱ上だ。ちょっとアップで見える。やっぱ上ですな。すごく簡易的なあれなんですよ。あとはこのレジの説明ぐらいしかなってない。はい、じゃあヒロシ写しますね。説明して分かったじゃん、うん、本当ちょっとあれだよね。これちょっと分かんないよね。ノンタイアップですからね。ノンタイアップ。だから思ったままのこと言っていいのさ。買ってんだからね。そうそうそう、私は消費者ですから。そう、私が気に入ってこれにしようと思った。一応商品の詳細は載せたかな。そんな高いやつじゃないんだよこれ。なので見てみてください。本当にね、今までね椅子をね持ってったり下ろしたり持ってったり下ろしたりがすごい大変だったんです。いくらぐらいだっけ。2万弱ぐらいかな。でもこひろしの声は聞こえてますか。遠い感じしますか。勝った。危ないねこれさ、うん、まあいいよ。湾曲になってんのにこれで止めるって結構強引な気がするんだけど、こういうもんな。大丈夫ですか。ひろしの声がちょっと遠くに聞こえるとかないですかね。ちゃんと聞こえてますかね。はい、ありがとうございます。椅子の裏の黒のね、そう思うんだけど地図上でなくて、なんていうの、説明書上ではこっちが上だよね。あ、その逆じゃないですかっていうやっぱ思うけど、通販ですよ。ある意味これも核を組み立てるゲーム実況。一応ね、今組み立ててる方側でいう説明書が、あ、見えるかな、この2番なのでやっぱり上からなんですよね。あの L 字になったところが見えますか。結構どれぐらい締めていいかがむずい。おそ、ほら2個あります。おお、おお、どうしたの小葉、もう寝ないと、うん、ママがいないと寂しい。じゃあちょっとママ眠るんだけど付き合ってあげたら。すごい、あの、いや、今組み立てる方向でこう見せてる。もう寝ないと、ご飯。今日寝すぎたんだよね。寝すぎて寝れなくなっちゃった。何を踊ってんの。これ刺すだけか。ああ、ごめん。これが、これ。こいつを表に、うん、そいつを表に巻いて。ちょっと待って、これ先にタイヤつけて。あ、タイヤとかね、ついてるね。
よいしょ。これも差し込むだけ？うん、うん、くるくる回るんじゃない？あ、違う、それ差し込むだけだ。ガブン、ゴブンってゴーンって力任せにゴーンって。あ、ほんとだ。ほら、入った。結局さ、椅子に完成品、ほうほう、椅子じゃない。あ、後ろは乗ってないな。これに最近乗ってるから。本当にこれトリコとかと一緒ね、結局。下からの写真は何か。何よこれ。カッターの刃をしまってほしいで、うん、まあ大丈夫よ、俺しかいないからここ。まあ、見てて怖いのね。あーしゃ。はい、表に向けて。どっか一個じゃない、ちゃんとはまってなかったんだ、ここが。何のレバーなのか全然わかんないけど、だいたいその後ろにビヨンって伸びてるので、こう高さ変えれるはずです。そこで普通高さ変えれるよ。もうあと高くなるだけかな、もしや。あ、高くなった。ああだな、これ足届かない。もうこれぐらいで喋るんじゃん。どう？うん、いい感じだと思う。高くはない。よし、これで1個作ればもうこっちのもんだ。分かったぜ、行くぜ。トリコだと思って見てもらえれば。
どういうこと？このトリコもこうやって頭使って何か組み立てたりしてんじゃん。うん、じゃそういうゲームだと思って見てもらえれば。まあ今回1周目なので、よいしょ、他のも紹介しようかな。見て見て、開封動画はしなかったけど、ライト買ってみましたよ。見て見て、ほら、こっちも、ライト2機。わかるか、いろんな色になるんですね。いろんな色にしたら戻せる。何が何だろう。俺はほっといて、なんか、サイト紹介してますよ。あれわかんない。なんかピンクとかね、ちょっと不思議な色とかにもなるの。あとね、なんか紹介してますわ。ね、ほら、ブルーになった。ちょっと不思議な空間になったよ。ブルーかな。よいしょ、ほら赤で点滅しました。いや本当にあのシンボのゲーム実況のあのスパチャにセンキーってやつになっちゃった。あれみたいだね。そういうつもりじゃないんで、その前に買ってたやつなんで。庄司さんの配信みたいって言ってる。そうなの。そう、こういうことしてるんですよ。元に戻せなくなってきた。なんだよ。今ね、室内でこう撮影することがちょっと多くなったので、そういえばアンケート取ろうかな。ツイッターで、はい、2代目です。まあ俺の中ではもうほぼ決まってんだけど、YouTube のチャンネルの名前変えようと思ってんだよね。あ、ちょびっとね。1周年で。1周年で、ほら今雑談配信とか、あと人に来ていただいてトークとかもあるので。まあゆくゆくはなんかキャンプ動画、キャンプ出ても俺の家。そうだね。家でバーベキュー。まあ、要はうちの庭でバーベキュー、屋上でバーベキューとか。もうちょっとね。はい。そうなんですよ。やっぱゲームだけにしちゃうのはもったいんじゃないか。言えなかった。もったいんじゃないか。そう、ゲーム実況しかやらないのかって言って言う人もいるから。なので。そうなんですよね。品川家おしゃべりクソチャンネルにしようかなと思ったんですね。おしゃべりクソ野郎があるんで、おしゃべりクソチャンネルどうですか？いいと思います。いいねって言ってくれるよ。楽しくなりそうで、あげぎゃ。いいね。あ、いいですね。あ、よかった。ゲームは抜かしてどうですかね。残した方がいいかなって話もしてたんですけど。まあ別にゲームもやるからいいじゃん。いいと思うって。あ、いいと思うがほとんどじゃない。ゲーム縛りなくすのいいですね。有吉さんに許可取らなくていいね。いや、なんで許可取らなきゃいけないんだ。おしゃくそチャンネル覚えやすいって言ってくれる。そうでしょ。十分向こうもそれで得してんだろ、おしゃべりクソ野郎で。品川家はなくさない方がいいねって言ってる。だから品川家おしゃべりクソチャンネル。そう、広瀬が考えました。私が
名前ちょっとだけ変更してもいいのかなちょっと前々からお話をしてたんですけど、今日ひろきがその名前を言いました。ジムに出動。あ、ジムにね。いやいやいや、許可取る動画とかも有吉さんなんて出てくれないよ。っていうか頼めないよ。先輩だからね、有吉さん。カモさん、普通に品川家チャンネルがいいんじゃないって。ありがとうございます。あ、じゃあさっきのでピコピコしようか。ありがとう。ピコピコなるかな。いや、ごめん、なんないかな。お、なったなった。いや、それもう一回一回やってたらもうみん大変だよ。一人でそうやってたら大変だから。ありがとねー。いいじゃん、このままにして。僕は今見た人びっくりしたね。いや、このままにしないでよ。やだよ、目がチカチカして疲れちゃう。疲れるって。これは普通の部屋の中の撮影用のライトです。なんだかよくわかんないけど、今みたいなモードもあった。 SOS モードだったかな。多分遠くに向けて何かあった時はこれをやると SOS になるらしい。なんで SOS モード。え、いや、わかるけど、猛烈信号、モールス信号。何猛烈に信号出しちゃってる。モールス信号。マジで言ってんの。マジで猛烈信号って。なんだっけ。何猛烈に信号送っちゃってんの。もう助けてめちゃめちゃ助けてほしいんだろうね。もう猛烈に助けてほしいから。パックさん、ナミピーチャンネルウィズヒロシ。私が目みたいな。ありがとう。もう、なんだ、モーレス、モールス信号。なんかポケモンのポリゴン事件を思い出しました。スプラッシュさん、ありがとう。面白いですね、これは。もう、いやさ、みんなだから聞いたでしょ。こんなのテレビで話しても信じてくれないじゃん。何を。いや、モールス信号のことを猛烈信号って言い間違えるんですよ、うちの奥さんって。いや、嘘つけって。さすがに受け狙いで俺が作った話みたいになっちゃう、猛烈信号は。さすがに。すごいんだよ、ナミは。だからナミの言い間違い、本当に嘘ないですからね。俺が受け狙いで作った話じゃないから、全部ナミの話は。もうジェニコは分かってますよって、トマトピザさん。いや、そうそう、これを見てる人はね。ただ、テレビでこんな話したら信じてもらえないって言うの、ほんと。証人がいっぱいいるよって。あ、拾って拾って、行くぞ。なんで転がし返すの。映っちゃうじゃん。あ、ヘンテコさん、こんにちは、じゃない、こんばんは。今ね、椅子作ってますよ。1594人の方が見ていただけてます。すごいね、英子ちゃん終わってないでしょ、まだ。分からん。喧嘩とかしないんですかって。ほとんどしないですね。ほとんどしないっていうか、したことは、まあ、お、あ、あ、入ってちゃう。気をつけて。あ、まあしないね。
椅子を作るのにこんなに人が見る時代に来るとはね。髪の色どうしたんって言われてるよ。初めて来られた方かな。うん、どうしたって言われてもな。もう割となんかゲーム実況でグリーンバックで頭消えたら面白いかなと思ってっていう説明も30回ぐらい超えたから、もうなんていうの、いやしたくてでいいやと思って、もう英子ちゃんまだやってますよって、コハちゃんはその頭の色嫌がらないですかって。嫌がんないね。坊主が一番嫌なんだよ、コハは。マイメロロさん、プレステ5回収しちゃいましたか？まだですよ。今ね、椅子をちょっと作ってます。2回目なのでだいぶ作業が良くなった。そうね、伸びたら刈られるね。いや、それもないよ。はい、うん、もうね、俺の髪の毛も切り飽きたんじゃん。で、誰もさ、わーってなんだよ、俺が坊主になっても。まあ、するだろうねっていうさ、嫌がりもしないし。いや、嫌がる人をやって面白いみたいなところもあるから、俺みたいに嫌がらない人、よいしょ、よいしょ、はい、2個目できました。よし、ゴミ袋ないの。ゴミ袋あるかな。ちょっと喋っといて、よいしょ、ちょっと見せて。できれば段ボールの中に段ボールを詰めてってくれたら嬉しいんだけど、なんかわけわかんないけど言ってたな。段ボールの中に段ボールを詰めてったら、35リットルの1枚だけだったら、やっぱね、開封だけじゃないゴミもね、今1600人ぐらいかな。開封だけじゃないよ、品川家は。品川家はゴミもちゃんと捨てますよ、はい。もういいから、コード邪魔。じゃあね、怒ってるか。いや、フォローしなくていいよ。ゴミ捨ててるだけやな。ちょびっと動きます。
ちょっと見にくいの。ですね。フライパンがなんかやけに焦げつくようになったんだよね。うん。ほんでフライパンランキングみたいなネットで調べて、でこれをアンミカさんみたい。ノンタイアップです買いましたから、私本日ノンタイアップ。それじゃあね、自分でネットで調べて買っただけ。フライパンのランキングみたいなのがあって、ほんでまあ鍋とか、まあ、収納もしやすくてみたいな。ただねこれよし、セイ、はい、いきますよ。このね、この厚さの違いがこっちでね、こうチャーハン、まあ、こっちはお肉とかね、目玉焼きとか、うん、ほんでこの取ってね、取って付け替え式、ただ取ってが1個しかないから、1個しかないんですよ、別売りもないらしくって、これだけ欲しいよね、取って探したけど、なさそうな、取ってあと2つぐらい欲しいんだけどな。これは説明欄に書いてあるかな、フライパンの。はい、あ、いいじゃん、取っ手が取れるのは非常に便利なんだが、1個しかないんだよね、取っ手がね。だからあっちの今の赤黒のフライパンは残しておいた方がいいかもね。ね、別売りでね、欲しいよね。鍋ね。うん。あと大きい鍋も1個残しておいた方がいいな、やっぱ。うん。OK! で、これでこうやれば場所取らないよってやつ。まあ結構あるよね。あとは焦げつく焦げつかないみたいなのを、なんか項目が何個かあって、そのフライパンを全部使って焦げつかないとか、テフロンなのかな、分かんないけど、この焦げつかないのが何年続くかとか、摩擦とか実験して、こういろんなフライパンを紹介してたの。その中でこれをうちは選んだという、ノンタイアップ。はい、だから別に使う動画とかありません。今後料理とかちょっとランチ配信とかするときにこいつが登場するようになるよというセットでした。ノンタイアップでございます。しつこく言う、ティファールよりいいかどうかは知らない。
ね、俺はあのネットの記事を鵜呑みにして買っただけなんで。あれこれ蓋がじゃあどっかにあるはずだね。あったじゃん。してない。最初に。あ、あったあった。あぶね。あ、好き。あ、英子ちゃん終わったみたいですよって。あ、そう。英子ちゃん終わっても。なぜとか開封してたらみんなどっか行っちゃうじゃない。好きだわこの蓋。栄光ちゃんからの高野菜は、高野菜は会場はこちらですねって。お、2000人近くなった。ほらね、今日は開封動画&雑談配信かな、うん、木村拓哉さんの話をします。この後プレステ5の開封と、あとオリジナルの帽子が出来上がったので、それの、なんていうの、これビスないかな、ビス初見、これは後でいいか、うん、これ後でプラスドライバーでつけといて、うん、はい、そっちの端に見てもらってて、今よし、まあ、もっともっと端ゴミをちょっとこちら側になるください。ゴミ袋ちょうだい。次は何だっけ？プレステ5でございます。もうプレステ5行く？他に何かあったっけ？あと帽子でしょ？うん。あ、これいいじゃん。これは冷蔵庫に入れるときとかに、あ、これもいいね。いや、冷蔵庫入れるときに鍋をそのままさ、うん、蓋つけて冷蔵庫入れられるか。そうだ。アクア96さん、今日の配信は盛りだくさんですね。そうなのよ、もうね、開封動画というより開封です。開封動画というより開封ですけど、もう溜まっちゃって、いろんな買い物したものが。はい、じゃあプレステ5いきますか。うん、さあ、そしてプレステ5ありがとうございます。ニナさんがお手紙付きで送ってくれたの。お手紙は読んでもいいかな。ニナさん、これは読ませてもらおう、せっかくだからね。ニナさんいるかな。じゃあちょっとこのよくわかんないメガネ。品川さん、奈美さん、コアちゃん、タヌキチへ、いつもテレビゲーム配信などで楽しませていただいてます。ジェリコのニナと申します。この度 PS5 が複数当選したので、日頃の感謝を込めてプレゼントとして送らせていただきました。よければ使って楽しんでください。そして個人的に私も三茶小、同じ小学校、三軒茶屋小学校の卒業生で、勝手にですがご縁を感じています。これからも品川の皆様を応援しております。 PS DVD の PS5 版でまだプレディ実装されていないので、 PS5 で PS4 版をプレイしてくださいね。ありがとうございます。あのサバイバーはもう全部プレステ5でやろうと思ってます。そうだよね。そうで、キラーをね、またパソコンとかでやっていこうかなとか。ありがとう。うちが結局やっぱ外れました。外れ続けて2月の中旬のやつとかもやっぱり外れて、出しちゃ外れて、出しちゃ外れて、みんな持ってんの ね、 すごいね。結構俺の周りは、モモンガさん、 PS5 はセッティングして、まずはアストロやるところまでやってほしい。普通 PS5 の開封動画ってきっとプレイしてこんなに綺麗とかそういうのがあると思うんですけど、それは別日です。すいません。今日はちょっと開封で、開封のみ。そう、まさに開封動画、開封するだけ。
ね、それが品川家ゲーム実況でございます。お手紙ってどうやって送れるんって、これは我が家宛てですかね。吉本にね、送っていただいてますね。我が家宛てですかね、なんで俺の住所。どういうこと？いや、品川家ゲーム実況宛てかなと思って。これは会社にです。会社に、ね、送っていただいたんですよ。ごめんなさいね、せっかくかなり早めに届いてたと思うんですけど。いや、ちゃんと開封したかったから、ちょっと置いといたんですよね。あれだったね、吉本からも転送の時間かかった&、ちょっと我が家の Wi-Fi 事情とかもおかしくて。ちょっとね、吉本にパクられたんじゃないかっていう、ちょっと少し吉本疑ったりしたしたけど、いや、要するに何かこう、皆さんね、よく見てくれてありがたいんですけど、なんかわかんない、あ、なんかあるんですって、送ってきて、それ使ったら、あの、悪い人だったみたいな。で、それをなんか、もらいましたとか言って、やったら、悪い人だったみたいな。だからそういうことがないように、吉本でなんか一応、物をチェックするみたいなことになって、時間がかかってたんですけど、取ったんじゃない吉本っていう私が、あの、ちょっと、あの、言ってまして、もしくは2割、あの、 YouTube のね、収益から2割持ってる吉本興業ですから、コントローラーだけ2割として吉本に取られてんじゃないかとか疑って言いました、ね、ごめんなさい探偵ブンブンさん、皆さん、ナイジェリーありがとね。今、何か赤いのが通ったよ。じゃあ、何？え、あ、皆さん、また遊んだ。ちょっと、戻して、戻して。何？いや、いや、もうそんな、いいのに、ただでさえ。ニナさん、無事に届いてよかったです。私個人からのプレゼントというより、ジェリコみんなからのプレゼントということで楽しんでいただけたらです。これからも応援しております。ありがとう、ありがとね、本当に。もうなんて言ったらいいんでしょう。ありがとう、ありがとうございました。それでは、それでは、じゃじゃじゃん、見せて。サムさん、ナイジェリーってありがとう。サムってあのサムかじゃじゃじゃん、ドーン、おっきいね、やっぱりすごい、よいしょきましたね。だいぶ下がらなきゃダメか。その台に乗せて開封できない？無理、すごい引っ行かなきゃダメになる。俺も座るか、下に。ああ、下に。いいよ、それちょうだ、それにゴミ詰めていくわ。なんか。よし。じゃあ、行きたいと思います。開封ね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、はい、おっと、まずは何コントローラー、コントローラー、おー、やっぱ変わってる、違うね、ちょっと重い気がする。ちょっと重い気がする。あー、でもなんて言うんでしょう、はい、持ちやすい気もする。あ、持ちやすい気がするよ。あー、あー、いいね。あ、プレステボタン。あ、何プレステボタン。ライトタイム。プレステボタンがプレステボタンになってる。どういうこと？丸じゃなくて、くり抜きの。あ、本当だ。プレステボタンが。見えないって。
下げて。お、プレステボタンになった。ほんとだ、かっこいい。あ、いいね。ああ。ああ。走ってるよ。今走ってる。ああ。はい、後ろ見て。はい、後ろ見て。ああ。いいね。いや、顔撮ってんじゃねえか。こっち撮れよ。こっちを撮りなさいよ。さあ、そしてハコをボロボロにしない。これはもうナミさん。ハコそのまんまで。ナミさん、ね。中身すべてそのまんまで。はい。なんだこれ。なんだこれ。あ、置くやつだ。なんかコードもいろいろあります。あれ、コントローラー1個なのか。そうなんだ。コントローラーもう1個買わなきゃいけないね。なんで2ついるの？いらねえか。いや、2人で協力のやつもあるかな。普通1個でしょって言われてる。いやいや、2人でほら、A コン、B コンってファミコンの時さ、A コン、B コンなかった？マイクついてるやつないの？マイク？マイク、ビーコン。あー、モモンガさん、PS5 のコントローラーは壊れやすいそうなので、もし化すると予備を買ってきた方がいいかもですね。だって、ありがとうございます。そうなんだね。それファミコンって笑われてる。ちょっと待って。ん？ん？あ、こっちね。投げだ投げだ。お、本体でございます。いきますよ。さあ、まずはこうでしょう。え、どうですか皆さん、見たいかな。見たいかい？もう見てるんだろ？いろんな開封動画で。いろんな開封動画で。PS5 の姿はもう見てるんだろ？でも、すごいすごい見たいって。この PS5 がみんなの PS5 と同じかどうかまだわからないぞ。本当に PS5 が入ってんのか？もしかしたら、もしかしたら別のもの、ニナさんがまな板3枚送りつけてきた可能性あるよ。まだまだまな板3枚をくるんで送ってきた可能性あるよ。さあ、ほら、してないよってニナさんが。ほら見てごらん。P、プレステのマークつけてるよ。でもまだあるよ。ニナさんが白いまな板に P って書いた可能性あるよ、まだ。はい、いくよ、いくよ。ドーン！我が家に、我が家にもついにやってまいりました。プレス5！ Thank you！ありがとう！大きいね。すごい、かっこいい。いやー、
シャレオツだね。しかし皆さんありがとうね。いや俺まな板じゃないかなって疑っちゃったからね。でどうやってほしいって言ってる。まな板の可能性拭いきれないなと。どう組んだこれ。違うよ。説明書見て。加納さん、ニナさん、私にもちょうだい。いや、もらおうとすんな。違うよ。違うって？危なっかしいなって書かれてるよ。中にネジがある？ほへ？ほへ？裏にネジみたいなのつけれますよって。ここにプレステファイブで空気清浄機みたい。うんうん。どこにネジあるの？その箱は？箱は？箱？箱？その箱？ネジあるから説明書読んでねって。その箱？ショコショコ違うないの？ショコショコ。それ。それ？それ。台座を回してって台座を回転。さきぬちゃんさん、あ、回った。トリセツ見てくださーいって。そうよね、トリセツ。あ、どれだトリセツって。あ、さきのママ、ママ。あ、出てきたビスが。え、そうなの？これ接続難しいのかしらね。いやもうゲームじゃんこれが。何、どういうこと？いやここ回したら出てくるって。お受験あれってこと？うん。でもこれがゲームになっとるかな。書いてる、この土台の。違うの。よいしょ。あ、もうこうだわ。あ、こうだ。あ、もうしっくりきた。はい、これ、こっちちょっと見てみて。あ、目が見えない。しっくりきたわ。本当？あ、ちゃんと作れた？うん。もうね、あとは椅子よりしっかりした説明書あるって書かれてそうだよね。PS5 でいつできんだろう。いつできる。接続さえ難しくなければ。でも机があるからね。どうしよう。本当机なんとかさん来てくれるの。なんとかさん、じゃじゃ聞く。違うよ。あ、工藤？工藤さん？工藤なんか忙しいらしいんだよね。なんかここに入れんじゃないのかな。もあぎさん、こんばんは。品川さん、まあ、でも楽しそうで何よりです。今度まな板送りますねって。いや、いいのよ、ほんとまな板くらいでしょ、いっぱい。よし、じゃあ最後ちょっとできるだけ早くこれ接続しますね。難しいのかな。帽子。あ、そうだね。これはこれでちょっと、ちょっとこれ置いといて。もうあっちの部屋に持ってっといてよ、おっちゃん。ちょ、何持ってってよ。俺今配信中よ、一応。じゃ、その、あの、あそこら辺に集めといて。これ一応配信中なのに俺がこれを持ってって、何がここに入れて、どういう状態よ、マミさん。
接続自体は簡単ですよ。いいあ、皆さんありがとう。よし、これネジも、はい、あ、どこそこそこ、その端っこに全部触れて。和製鴈治郎さん、本体の裏にネジカバーついているのでマイナスドライバーで取ってください。じゃあ後でちょっと私やりますね。で、これも、こうなってちゃう。それは玄関の、あの、あれでよ、階段のところで。だからや配信中なのにさ。はい、あ、プレステ4、パイプ、パイプ、パイプもう喋れてないじゃない。プレステパイプって言ってるよ。プレステはパイプ状じゃないのよ。はい、よし、オッケー、ありがとうね、皆さん本当ありがとう。できるだけちょっと早く接続しますね。もう机待ってたらいつになるかわからないってことだね。よし、キャップくれ。よし、さあどうだろう、キャップでございます。私たちもまだ見てないの。よいしょ、このキャップは、よいしょ、よいしょ。え、これ割と高いんでしょ。うん、まだちょっと上台どれぐらいにするかを決めてないので。これは正直僕が被りたくって、僕キャップめちゃめちゃ好きなんですよ。さあ、この後にね、雑談でキムタクさんの話をするそうですよ。だからこのキャップはもともとは売るつもりじゃなくて、あの、僕が好きなキャップのところに頼んで作ってもらったやつだから。お、どうだ、ちょっと待ってね。どうだ、リアクション動画なのに。おい、いいじゃない、いいじゃない。何何、いや、めちゃめちゃ好き。めちゃめちゃ好きです。グレーと黒とグリーンにしたんだっけ、うん、ちょっと深い。これはまた販売サイトが掲載できたらまたお知らせしますね。どう、はい、あ、いいじゃん。こうね、見えるかな、これ 3D なんですよ。ここにマークがついてて、横にもついていて、で、こっちにジェリコと書かれている。僕がこのね、これで真ん中つばは折らないタイプだよね。そうそう、このボコボコが好きで、プリントじゃなくてかなり立体になってるんですよ。立体になってるボコボコが好きなんですよ。全部刺繍なんですよ、これ。で、このタイプのやつが欲しくて、そうするとまあ結構お値段かさんじゃうから、そもそもはまあ僕が被りたい。どう？うん、いいじゃん。いいよね。いや、めちゃめちゃいい。わかる、この、この刺繍がこう一体になってるんですよ。これがやっぱちょっと特殊刺繍で、3色なかなか使ってるところがなくて、この立体刺繍が見えますか、ね、個数ちょっと限定ですね。僕が30個欲しいんですよ、まずね。これくらい、これ黒だよね、うん、で、この帽子たちはこのシールも剥がさず、そう、あと山折りにせずに、こう平たいまんま、うん、私知らずに前取ろうとしちゃった。これ取っちゃいけない、このシールも。シールはステッカーらしいんですよ。おいで、臭くなってきたら中をシャンプーで洗う、僕はね。
マイクある緑。そう。あ、ニナさんにね、お返しでね、いや、どうやって送ればいいの、住所知らないし。そうなの、住所がやっぱり一個ね、プレゼントしたいよね。吉本からのでないよね。あれ、もしかしたらあれに書いてあるかな、お手紙。どうだろう。これはグリーンです。深いグリーンなんで、そんなに派手じゃないタイプの。ほら、どう。いいね。ね、やったぜ。これずっと待ってたんでね、僕も。そう、1ヶ月。いや、本当はこれだから僕ね、いいね、これね。よし。さあ、ちょっと一杯飲もう。あ、じゃあ、ちょっと作ってからね。ちょっと、そう、ハイボール作っといて。ちょっとこれ、また入れといて。お茶用ね、もう、開けちゃってるやつ。っていうか、俺、ほんとこれ、30個ぐらい欲しいからね、欲しい。じゃあ、15。15、俺飲んで、いや、20。ここまでじゃないように、多分、したような気がする。いや、ほんとは俺が30ぐらい欲しい。じゃあ、15。5。555。前のもあるんだよ、じゃん。何？あ、品川帽子。うん。でもなんかやっぱりトレーナーとここに2つマークがあるな、ちょっと。いや、そりゃそうよ。あと、あのウィンドブレーカーも欲しいんだよな、ここに。ちょっと動かします。ちょっと、目が回っちゃうかもしれない。よいしょ。ね、多分1周年、4月の1周年記念の時に新しく、僕ね、印刷とかを出すかな。多分ドラマクランクインするじゃないですか。7月の末から4ヶ月間ドラマやるんですよ。でその間やっぱ髪の毛のセットとかドライヤーとか面倒なんで、多分クランクアップインの時にもう丸刈りにまたしようかなと思ってるんですよ。そしたらもうずっと、もう坊主になったらもうキャップで出かけようっていうことで、思ってるんですね。スタジャンとかも欲しいけどね。ホラー映画に出てくるアメフト部、ホラー映画に出てくるアメフト部のジャンパーでこのマーク欲しいですよね。カモさん、パン君似合います。パン君って猿。そうかな。ちょっとお酒持ってくる。坊主にしてドラマに支障ないんですか。ないよ、俺だって脚本監督だから。死ぬやつじゃん、アメフト部員。そう、最初の方に死ぬやつ、ちょっと嫌なやつ。何のドラマかはまだ言えないです。2300人見てる、ありがとう。かぼちゃさん、ニナさん、品川さんに端末を送ってください。違う、端末送ってくれて感謝です。これからもゲーム配信頑張ってください。キャップ素敵、ありがとう。いや、僕坊主でキャップよ、前はね。基本的にどちらかといえばキャップのイメージの方が青の頭よりあれだと思う。
さあ今ナミがですねハイボール作りに行ってくれてますね。いやーこの帽子いいな。1周年何やりますか。24時間配信やろうか。ウィンドパーカー欲しいよね。ウィンドブレーカー、ウィンドブレーカー欲しいですよね。僕もウィンドブレーカー欲しいです。あ、マジか、やった、素敵、マジか。え、何に対して？あ、24時間に対して？いや、24時間ぐらい楽勝でしょ。誕生日が僕4月26日なんですよ。確か1周年が4月22。うん、だ24時間誕生日と1周年どっちもやってやろうかい。1週間以内に24時間配信2回やったろかい。だ片一方はなんかゲストの人に来てもらったりして、片一方はもう一人でずっとやろうか。まだちょっと分かんないけど何するかね。かもう1周年なんです、どうかゲストお願いしてもらっていいですかって言って、ビッグゲスト一人来てもらう。どっちかそれでいいよね。誕生日なんでビッグゲスト、あとは、1周年で24時間配信。普通はまとめて1回。いやもったいないでしょ。リンゴピーおしゃくそ24楽しみすぎる、ありがとうございます。東野さんね、はい、東野さんはなんとなく僕も10万人記念になったら東野さんにお願いしようかなと思うんですよね。やっぱリスペクトする先輩として今田さん、東野さんは10万人記念の時にご一緒できたらなと思いますね。宮迫さんでしょ、ノリ的に。あのね、宮迫さんもう撮りました。ありがとう。宮迫さんはもう撮りました。ね、お疲れ様です。うまい。お疲れ様です。宮迫さん、案外この雑談配信長めに見てるっておっしゃって。宮迫さん、これを結構見てくれてんだって。書き込みはしてないよね、多分。だからもうすぐね。斜めでそこ。木村拓哉さんの話しようか。じゃあそろそろね。じゃあちょっとその木村拓哉さんの話そこまで長くないけど、その間コメント欄見ないからね。一気に話したいから。ちょっともうちょっと飲みたいな。かぼちゃさん、品川さんの誕生日がリアルタイムで進行できるなって感謝します。大丈夫、ありがとう。4月何日だっけ、1周年って。21かな、うん、19日
登録して21に初配信したのかな。木村拓哉さんの話みんな聞いたことある話かもしれないけど、じゃしますよ僕ね。まあそれゲーム中にも言ってますけど、僕木村拓哉めちゃくちゃ好きなんですよ。まあ僕スマップ、ダウンタウン、ジャッキーチェンが大好きな男の子、そもそもね。だまあめちゃくちゃベタなんですよ。まあ音楽はボーイと尾崎豊が聴いて、はい、トンネルズの一期が初めて買った、CD で、もうベッタベタの中学生、そして17、18と来て、で木村拓哉さん大好きで、もう髪の毛ちょっと伸ばしてた時期もあるし、木村拓哉さんと同じ、あれなんだっけ、若者のすべてだっけ、ドラマ。トゥモローネマノーズのあの若者のすべてだよね、違ったっけ。それで同じ、シングルのライダース着て、チノパン着て、うん、でエンジニアブーツ、全く同じ格好、エンジニアブーツ、チノパン、シングルのライダース着て、で髪の毛ちょっと長めで、ほいでね、当時あの僕まだ素人の時にね、木村拓哉さんを見た。木村拓哉さんが武田真治さんと石田一生さんかな、3人であのクラブに来てたの。でその3人を一緒にドラマやってる3人が来てるもんだから、もうその3人だともう誰も近づけないのよ、スターのオーラがすごすぎて。でしかも木村拓哉さんがチノパンライダース着てたので、石田一生さん、武田真治さん、木村拓哉さんの順番でこうバーって歩いてって、しかもチノパン、ライダース、エンジニアブーツで、もう誰も近づけない、バーって輪ができてって、でも俺痛いからその輪から一歩出て木村拓哉さんについてる普通に。で俺全く同じ格好、チノパン、ライダース、でエンジニアブーツで、え、あの4人目誰ってなってクラブがあの4人目のチノパンのライダースのやつ誰、もう人だかりできてんの、わーって青だから。でもさすがに僕その時は声かけられなくて、でもめちゃくちゃ好きで携帯待ち受けにして、ほんでその好きだ好きだって言ってたら、鈴木おさむさんって森さん家の大島の旦那さんがスマップスマップの構成作家になったんですよ。で、僕が好きだっていうの知ってて、で同学年っていう木村拓哉さんと同い年のタレントが2人で対談するっていう企画に呼んでもらったんですよ。それがもうね、本当に鏡、ガラスだったか、鏡の部屋の中に僕と木村拓哉さんだけ、2人だけで、ディレクターもカメラマンさんも見えないように壁の向こうからカメラのレンズだけ出して撮ってるんですよ。完全に2人だけの空間で、こういう台みたいなのにね、トークをしたいテーマを書いてここに置くんですよ。で僕はそのフリップに大好きですって書いて置いたんですよ。
マジックで。そして木村拓哉さんがもうね、やっぱすごいスターだから、あのマジックの細いと太いのマジックある、あれの太いの方をこうやって上げないです。スターですから、もう奥歯でマジックを蓋を開けまして、こんなんで太い方よ、できます、やるんです、スターですから。で俺も好きって書いてくれたんですよ。もうあーってあーってなっちゃって、俺でも気持ち悪いかもしんないけど、木村拓哉さんが俺をハグするってなったの。うわーってなって喜んで、あーって立ち上がったら木村拓哉さんがこう俺を抱きしめてくれたの。そしたらもう手の行きどころがないのよ。だってわーって抱きしめてくれたの、俺抱き返すわけにもいかないね、ポケットに手突っ込むわけにもいかない、こんなことできない。だからわーってやられて、もうあのここをね、だから抱きしめられて、もういいの、ここ取っててくれればいいから、ギュッて握りしめたわーって抱きしめられて、目をつぶってギュッてズボン握りしめた。もうめちゃめちゃ嬉しかったね。ほんでジャニーズって写真禁止じゃないですか。だけどツーショットでこうやって写真撮ってくれて、それもしばらく、しばらくっていうか未だに、トイレに、トイレじゃない未だに飾ってんだけど、トイレ。ほんであれね、スマップのライブに見に行ったんですよ、コンサート。え、やったっけ。そう、一人で見に行ったの。そしたらみんなやっぱ同学年見てるから、俺が来たらスマップファン本当になんか俺に優しくて、本当に来たんだねとか、来たねとか言って会場でみんな言ってくれんの。ああどうもどうもとか言って、ほんでまあスマップのコンサートバーって始まって、もうもちろん知ってる曲ばっかわーって盛り上がって、そしたらね、雨が降ってきて、バーってわーってめちゃくちゃ盛り上がってたんだけど、やっぱ関係者席だしこう立ってはいるんだけど、そのやっぱこうでわーとかできないんですよ、芸人だしみんなに見られてるしなとかで、みんなわーってやってんだけど、僕はなんかこうこうやって手組んで、ほんでまあ曲にこうやってここだけ乗ってるみたいな、一応乗ってるけど、あんま乗ってるの見られんの恥ずかしいなみたいな、まだそういうのが恥ずかしい時期だったんです、若いし。そしたらあの野外ライブだったんで雨降ってきたんですよ。そしたらみんなわーって盛り上がってたのが、ちょっとだけ雨だっていう空気が、雨だっていう空気がほんのり流れたんですよ。あ、雨だっていう。そしたらちょうど木村拓哉さんのパートが来て、替え歌して、あの雨が降ってきてもって替え歌したんですよ。雨がポツポツ降ってきたから、空気の読んで、雨が降ってきても気持ちがいいもんだだっつって、そしたらバーンって木村拓哉さんの顔が巨大モニターにドーンって出て、雨が降ってきても気持ちはいいもんだって言った後、ピンってウインクしたの。そしたらもうグワーってなって、俺もここにあった手はもう、うわー気分たくさんなるよ。
すごいね、さすがだなと思った。ほんで終わった後に挨拶来なよって言ったら、やっぱスマップってスマップなんですよね。スマップってスマップなんですよ。まず木村拓哉さんが廊下の向こうからライブ終わったからバスタオル巻いて上半身裸で、お疲れ様です、あー来たんだね、うわーかっこいいぜ、今ライブ終わったばっかり。そしたら香取慎吾くん、今度僕ね、波八っていう、要はお笑い8年周期っていうのがあって、その選ばれた若手が深夜自分たちのネタだけを30分やらせてもらうっていう番組があって、それの MC が香取慎吾さんだったんですよ。でその関係しかないんです、香取慎吾さんと会ったのって。でもその若手の俺を覚えててくれてて、来ましたねって言ってくれたんですよ。でまたそれもうわーってなって、で同学年木村くんとのやつ見ましたよ。うわー嬉しいみたいな。ほんで稲垣吾郎さん楽屋に、あの中居くんがバーって出てきて、中居くんが、中居くんは中居くんなんですよ、いい友でちょっと関係性あるのに、え、お金払いました、お金払いました、いやいや、一応関係者席でご招待で、まずいな、お金払いました、え、まずいな、誰品川くん入れたの、まあ、中井くんのいじりですよ。ほんでじゃあ中入ってさ、ゴロちゃん初めてでしょとか、ゴロちゃん、ゴロちゃん、ゴロちゃんって言うんですよ。そしたら稲垣吾郎さん、今コンサート終わったのに髪の毛をセットしてたんですよ。うわ稲垣吾郎だ、やっぱ髪の毛セットしてる稲垣吾郎です。ほんで草薙くんはなぎすけで結構一緒になってんのに毎回リセットボタン、あ、どうもお疲れ様ですっていう、え、一番会ってんのに一番会ったことあるのにその感じ、スマップーってめちゃめちゃスマップーっていうね。いや本当に本当にスターなんですよね。一人一人スターだけど5人揃うとまたスターっていう。いやあのコンサート最高でしたね。そっか、あのコンサートだったんだね。で俺はもうスマップ、スマップのビストロスマップ、あれ芸能界の頂点だな、あそこのゲストに出たらっていうので、漫才ギャングの自分の映画の番宣で石原さとみちゃんと僕でスマップスマップの、ああ、そうこれこれこれ、この前さ、このスマップの袋はなんだっけってちょうど思ってたの、これ行ったことあるさ、わかるんじゃないですかね、この時のスマップの袋何のスマップだっけって思ったの。ちょっと今あの非常事態にもついでみたいになってるの違う、自転車の空気で入ってますけどこれです、違う、ロープとか全部入ってる、わ、うん、かる、これ見たことあるよね多分、これね災害道具入れなんだ、うん、いやそんで知ってるってビストロスマップ、スマップスマップのビストロスマップに出るのが芸能界のなんかもう一個のゴールで、石原さとみちゃんと二人で漫才ギャングっていう僕が脚本監督した映画のそのゲストとして出た時に、あの中居くんのあだーって聞いた時もう痺れた、痺れたね。ほんで
もう一か八か、あのもしよかったら見ていただけますかって言って全員に DVD を送ったんですよ。そしたらみんな見てくれてた、みんな見てくれてた。ほんでみんなそれぞれの感想を教えてくれて、いやそれも嬉しかった、忙しいのにそれゲストで来るからって見てくれるっていうのもね、まためちゃくちゃ嬉しかったですね。まあそっからね、時を経てね、新しい地図アベマのも呼んでもらえたりとかして、いつかね僕の映画ドラマにも出ていただけたらなと思ってますけどね。もうねめちゃイケのスマップの回は本当何回見ても面白いし、全員のキャラクターめちゃくちゃ出てるし、あの舞台裏でずっと岡村さんに冷たい、いやもちろんね中居くんのパートを歌っちゃうとかアイーンやっちゃうとか、あの台に中居くんが本来乗ってわーって上がってく台の上に岡村さん乗っちゃうとか、もう爆笑爆笑してたけど、ずっと岡村さんに対して木村拓哉さんがずーっとずーっと冷たいこと、ずっと冷たいこと言ってんのに、最後にバックステージで水かなんかあげんだよね。あそこくぃー、あそこいいんだよなね。水あげるんじゃなかったっけ、タオル貸すんだっけ、あそこいいのよ。あとスマップ5人で旅行行くね、スマップスマップの5人でカラオケ行くやつ、ほんでいつまでも眠るから、あの眠らないでずっと喋ってるから、木村拓哉さんがうるせえ早く寝れよ言うやつ、いいよね。うん、中居くんが泣いたやつね。もうただのテレビの感想になってて、ほんであのねこれ YouTube で上がってるのに、 YouTube のテレビの番組進めるのもどうかなと思うんだけど、俺個人的に好きなのダウンタウン、めちゃくちゃ好きじゃないですか、もう憧れ尊敬しかも大好き。俺スマップ好きじゃないですか、ヘイヘイヘイにスマップさんが出た時にまだスマップさんそんなにダウンタウンさんと絡んでない時期なんですよ。ほんでダウンタウンさんでどっちもバリバリ人気だけど、やっぱヘイヘイヘイのスタジオも後に俺前説やることになるんですけど、やっぱりスマップ出たらもうスマップのファンなんですよ、ギャーってなるんですよ。でトークでダウンタウンさんはそれでもだってあれですもんねみたいな、ダウンタウンさんって俺らのこと嫌いなんすもんねみたいな言われたらもうみたいななるんですよ。けどもう松本さんもそんだけってなっても、いやいや俺はちゃうよ、浜田が嫌いやねみたいな、もう笑いもありつつみたいな感じになって、ほんで天野さんがいや俺別にそんなん言うてないやん、あの夢盛りがあかん言うてんねんみたいな、ちょっと夢盛りをディスるみたいな、もうねそのダウンタウンさんとそのスマップさんの初絡みの、ダウンタウンさんは笑い取るぞっていう、でもスマップさんはこうスマップさんとしてアイドルとしてこうダウンタウンさんに引けを取らないぞっていうスターとスターのこうまだこうなんていうんですか、お客さんもいや関係性わかんない、今だったらもしかしたら炎上するかもしれないぐらいのそのやり取り、めちゃくちゃしびれんな。
それぜひ見てほしい。せめぎ合い。だってバリバリの人気あるアイドルの番組にあの夢盛りがおもんないって言うてんねんって言える？言えないもん。だからそのスマップさんとダウンタウンさんのね、その回見てほしいな。いや、そっからヘイヘイヘイの前説やるようになってからね、もう本当にあ夢のような世界にいるなと思いながら、うわあの向こう側に立ちたいなって思いながらずっとやってましたけどね。だから俺たちにアスワール好きだったな。庄司と庄司と2人で歌うのよ。あの俺五反田のスナックでアルバイトしてて、そのスナックでネタ合わせに早い時間借りて庄司とスナックでネタ合わせしてたのよ。そんでやっぱ疲れてくるじゃん、じゃあちょっとカラオケでも歌おうかって言って2人で時代遅れのオンボロに乗り込んでいくのさ、2人で。いやー今2人でカラオケなんか絶対歌わないもんまだ仲悪くなる前、今でこそね。そっから仲悪くなって20年ぐらい仲悪かったから仲悪くなる前一緒に2人よ、2人っきりでカラオケ歌ってたから。俺がちょっとハモってね、ちょっと何おかわりもらって、あそうか、今日は10時半からだから11時半、あ、もう1時間40分経ってんだ今。うん、そうなの。マイクが下のままだった。ということでね、あ、終わりなの。コメント読みながら抜いていく作業ですね、今日も。ネタバレ、匂わせ禁止ですそれ、排除できるの？だってもう1時間40分ぐらい経つよね。だからマイセツの話、いやヘイヘイヘイのマイセツやってましたね。まあだからあの頃ね、小室哲哉さんの、まあ、それこそともちゃんとかスピード、安室奈美恵さん、あの時代、あゆで、もちろんスマップさん、その時代ですね。すごかったよ。だからプシューってなってダウンタウンさんが2人で上から扉がバーンって開いて2人が出てくるところ、あれを最初に僕らが通るんですよ、お客さんの前に出てくとき。あそこで前説やってたんですよ。でもう汚い格好でね、2人でこうお弁当もらって廊下の一番端の金太スタジオ TMC です、古畑のね、桃井香織さんの会の走り回るね金田スタジオの廊下をラジオ局の廊下と見立てて今泉くんが走るあの TMC、 そこの廊下の端っこでこう庄司と二人で弁当食って、桃井かおりさんのラジオの回ですね。 TMC は結構
振り返れば奴がいるの病院の廊下も TMC の廊下ですね。その廊下の隅っこで庄司と2人で弁当食って、でスターが通るのをうわうわスマップだとか言いながら弁当食ってたんですね。うわここ振り返れば奴がいるの病院だぞ。俺ね、ほんとね、なんでかなっていう、いまだに分かんないんですけど、スピードの今江里子さん、今政治家になられた今江里子さんが、もうね、トンボみたいなでっかいサングラスしてて、ね、でコンジャクアンっていう喫茶店、まあ、レストランみたいなのがあって、そこでこうご飯食べて、はぁ食べ終わったと思って俺座ってたら、今江里子さんが本当に未だに謎、喋ったこともないし、俺前説やってたわけ、もしかしたら俺の前説見てたかもしれないけど、俺はもちろんあスピードだって思ってんだけど、なん本当になんでか分かんないけど、座ってたら自分の定食についてた梨を持ってきてあげるって言われたの。でえっ、ありがとうございますって言ってさささささって言って、マジで謎なんですよ。で俺それ以来あの梨ありがとうございますっていう機会もないし、そこからあの会ってないんですよ。そこからだけど俺は夢じゃない、今井さんに、スピードの今井さんに梨をもらったんです。めちゃくちゃ謎じゃない、答え出てないんですよ。そっから会ってないから、俺ただの前説よ。まだそうだから子供だ、15、6だったんじゃないかな。だから梨残したから、あのおじさんまだあのおじさんまだお腹空いてそう、梨あげるだったのかもしんない。いや覚えてない、23年前、20だから本当子供だったんだと思う。それぐらいかな、うん、いや俺はでもギリギリなんか芸能界のバブルにギリギリテレビ出るの早かったんで、ギリギリ芸能界のバブル見ましたね、感じたというか。いやでも俺だからいいイメージですよ、そんな足もらったのは。だってスピードよ、あの当時の。あ、皆さんチャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いしますね。俺もおしょおしょって言って、あの頃の芸能界やっぱ面白かったけどね。じゃあスピードはダンスも歌うし歌もうまいし、
僕らはすごいですよ。サンマ御殿も前説やってたし、ロンドンハーツでしょ、ヘイヘイヘイ。僕らミラクルタイプの前身のココリコさんがやってる番コント番組の前説もやってたんですよ。だから前説が全部後の番組につながってんすけど、ヘイヘイヘイの前説をやってて、ヘイヘイヘイのプロデューサーがヘキサゴン作ってるからヘキサゴン、ロンドンハーツの前説やってたから未だにカジさん、ロンハー、アメトークっていう、未だにその前説時代にお世話になって、あ、面白いやつらがいるなで出し、でミラココリコさんの番組の前説やってて、それがミラクルタイプになるからミラクルタイプのレギュラーっていう感じですね。前説めちゃくちゃやってましたね。でさんま御殿も最近はちょろっと、まあ、たまにしか出ないですけど、さんま御殿も前説でもね、レギュラーさんま御殿はレギュラーの前説の方がいて、でその人がダメな時だけ僕らが行ったりしてた。未だにだもんね、カジさんとかね。来週のテーマなんだろうな、来週何話そうかな。なんだこれなんか変なやつ、消していいのやったな。さんまさんの話、さんまさんすごいよねって話ぐらいしかないからな、さんまさんってさんまさんがいればね、あれだけど、まあさんまさんの話もしましょうかね。じゃあ来週さんまさんなら、そこまで来週でも、うん、そう、いい？あ、ごめんなさい、来週はねお休みっていうのを、ミルダムが10時から24時なんですよ。なので来週の雑談配信はお休みします。その前に来たらダメ、ミルダム前、ああまたどこ行かなきゃいけないかもしれないか。うん、ってそんなに雑談配信楽しみにしてくれてんだ、嬉しいね。やってもいいけど遅くなっちゃうよ、だって24時半とか1時とかになっちゃうから。ミルダムはスペシャルっていうより、その前になんか収録があって、収録があるから、あのちょっとミルダムも遅くなってっていう感じなんですね。今一番楽しみにしてる配信ですよ、マジで嬉しいね。雑談が生きがいです、本当にめちゃめちゃ嬉しい。雑談週2で、いや喋ることなくなっちゃうよ和勢鴈治郎さんウォーキングデッド聞きたいです。ウォーキングデッドね、好きだからね。あ、窪塚くんの話？まあまたツイッターで誰の話するか書きますよ。うん、この一杯を飲み切ったら今日はあの終わりにしたいと思います。鋼の錬金術師なんかめちゃめちゃ好きよ。
鋼の錬金術師を伊集院光さんに勧めすぎてめちゃくちゃもう俺が書いたかのごとく鋼を勧めすぎて伊集院光さんに嫌われたんだからどういうことほんでラジオで品が鬱陶しいって言われたのよ。鋼を伊集院光さんに勧めすぎて嫌われて、それが後の雑学王のクイズになるぐらい嫌われてんのよ。それぐらい好き。にゃんぱいさん、トンネルさんの話聞きたいです。いや、トンネルズさんはね、ちょっと遠いのよ。好きだけど、あんまり会ってないんだよな。後にはね、伊集院さんもだいぶ優しくなってくれましたけど、仲直りって言ったらあれだけど、日曜日か火曜日にやりませんか。友達か。あ、チキンナンバーさん雑談配信あれ、読んであげて。え、何がわかるか。今日、誕生日だ。おめでとうございます。いそいそしていただけますか。いそいそい、いや、何はずいわあれ誰の話って言ったっけ。さんまさんとその後誰の話って言ったっけ。誰の話って言ったっけな。やっぱり誰とは。いや、あったよ。久保塚さん。あ、久保塚くんね。さんまさんと久保塚くんの話遠すぎるでしょ同じ回にさんまさんと久保塚くんの話ってタイトルつけたら、え、あの二人なんか接点あんのかなってなるよね。一個ずつね。久保塚くんの話しようかね、来週はね。すごいから、天才だから。俺が一番好きな役者さんです。あの役者さんとしては一番誰がいいって言われたらもう久保塚洋介。いまだにそうですね。で、仲もいいし。ということで終わりかな。2時間喋ったの今日。ちょっと長めでした。まあほとんど我が家の段ボールを開けてましたんで、部屋がすごくもうないよね。大体開けたね。あとは今度はパソコン届いたり、テーブル。テーブルをどうしよう。テーブルここで開けたらもう、じゃあいいよ、テーブルも開けよう。まあテーブル組み立てなきゃいけないよ、うん、一人は厳しいかも。誰か来てもらってやろうか。大きいから120横あるから。まあ、それは配信じゃなくてね、単純にもう模様替えになっちゃうから。ゲーム配信部屋をちょっと変えるんですよ。テーブルできたやつはお見せしようかなと思うけど、それをちょっとね。工藤さんだったらね、生配信で組み立てるくらいだったらあれだけど、ここで組み立てても向こうに持ってかなきゃいけないから、やっぱ向こうで組み立てた方がいいんだよ。向こうのもの一回全部出して、この中で組み立ててっていう。まあ、それは終わってからでいいわいや、ありがとうございました。ということで皆さん、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。いやー、今日もあっという間だったな、2時間。ということでね、ぜひ来週はお休み、再来週またお会いいたしましょう。それでは皆さん、お幸せに。プレステ5って、なんでお幸せにって言ったら終わりなのよどうやって
そもうお幸せにはもうまた来週とかさようならと一緒なのよ。ちょっと今謎だったんだよ。アンチャーテッドとかはどうなるんだろう、映せるのかな。映せるの、その今2話の途中までじゃん。わかんない、映せんのは映せるけどどうなんだろうね。プレステ5のクオリティじゃなくてアンチャーテッドはプレステ4のクオリティなのかな、わかんないけど。同じネットワークにつなげるかアップロード後にダウンロードで移行できます、うん、ほうほう。でも PS5 の映像にはならないんじゃん、アンチャーテッドはね。あ、アンチャーも映せましたよって映せても PS5 のクオリティにはなんないじゃん。デドバとかは PS5 のクオリティになると思う。ということで今度こそ本当にごめんごめん、お幸せに、おやすみなさい。